何度かジョーちゃんの体はチェックしているが、確かに今とは違う部分もあり、俺では分からない部分も多いが、そう根本的な部分での差異はないはずなんだ。とりあえず本社の方で替えのボディか何かを発注するしかあるまい。今の流通している最もポピュラーなボディで十分流用が効くはずだ。やってみるしかあるまい。それしか方法はないんだからな。とりあえず至急本社の方に取り合ってくれ。少しぐらい肩遅れでもいい。何でもいいから新しいボディを送るように頼んでくれ。なんでそんな顔して。何？飯島が許可したのか？そうか、あいつのことだから簡単には出さないとは思ったが、そ
そんなこともなかったか。本社の方が出してくれるなら安心だな。もし本社から正式に出してもらえないなら個人的に買わなければならない。だがアンドロイドのボディなどを簡単に買える金額ではないからな。ま、そうならなくて済んだのだからいっか。なんだ、浮かない顔しているな。ん？高弘さん、あ、昨日からずっと寝ていたので図書館の本が少し気になりまして。そうですけど。何でもありません。本当に高弘さんは自分の痛みには鈍感なのですね。わかりました。今日は部屋で休ませてもらいます。
所長、島上空を大量のヘリが囲んでいるでちゅ。全くレーダーにも映らずに突然。軍事用ヘリ。なら、なぜ軍事ヘリで飯島はこの島へ？高速？
待ってください。リニアさんとその新しいボディのお金は私が払います。実相寺冬葉というものです。この島で図書館司書をさせていただいているものです。いいえ、それは私が発注したものです。高弘さんは黙っていてください。飯島さん、リニアさんを買い受ける書類を渡してください。用意していないのですか？だとしたら、初めから高弘さんを拘束する目的だけにここに赴いたということでしょうか？高弘さん、大丈夫ですよ。安心してください。私だって何も考えなしに言ってるわけではありません私は言いましたよね。私のすぐそばには私では癒しきれないような大きな痛みを持った人がいると。なのにその方はそれ以上の痛みを引き受けてしまう。昨日廊下でお会いしたとき、正直驚きました。なんて人なんだろうって。それで、桐島さんにお話を聞いたら、リニアさんが倒れたって。でも、それではダメですよ。そうやって痛みを自分が引き受けるだけではダメなのです。リニアさんをそうやって救ったとして、彼女はそのことで苦しんでしまいます。